第三大デン伯爵の写真。カミリユシルビー撮影。1860年。第三大デン伯爵ロバート・ジョスリンは、イギリスの貴族、政治家。1797年から1820年まで、ジョスリン死爵の儀礼称号を使用した。ウルトラトーリン所属。熱烈なプロテスタントで、オレンジ結社のグランドマスターを務めたが、 1849年のドリーズブレイ受験で不公正な審議を行い、ラウス首席治安判事を解任された。第二大老伝伯爵ロバート・ジョスリンと一人目の妻フランシス・セオドシアブライの息子として、1788年10月27日にクイーンズ・カウンティで生まれ、1801年から1805年までハロー校で教育を受けた。 1806年イギリス総選挙でカウンティラウス選挙区から出馬して当選したが、当選時点で未成年であり、異議申し立てがあったら法律上は当選無効になるため、翌年の総選挙で議席を一旦オジジョンに譲り、成人した後の1810年2月に改めて議席を取り戻した。政界入りした時点で熱心な保守派とされ、議会では旧進派議員ジョン・ゲイル・ジョーンズの釈放。 官職の改革、選挙改革、カトリック解放にすべて反対票を投じ、1815年2月23日に穀物法を支持する請願を提出した。カトリック解放をめぐる弁論では、アイルランドの諸問題の根源がカトリックへの迫害ではなく、不在地主にあるとの意見を表明した。1812年3月26日に、連合を国数密院の数密顧問官に、 任命された後、同年5月から7月まで王室会計長官を務め、8月に区内副長官に転じて1821年まで務めた。同1812年から1813年までラウス県長官を務めた。1800年12月から1822年までアイルランド財務省監査長官を務め、その廃止にあたり2700ポンドの年金を与えられた。 フレデリック・リチャード姓による、肖像が、1830年頃。ろ。1820年6月29日に、父が死去すると、ロー老ン伯爵位を継承して、庶民院を離れ、翌年2月に、区内副長官から退任した後1821年、大官式記念序勲において、1821年7月17日に、連合王国貴族であるハートフォードシャーにおける、 ハイドホールのクランブラシル男爵に除された。爵位名のクランブラシルは、父方の祖母が、初代クランブラシル伯爵ジェームズ・ハミルトンの娘である、ことによる。直後、7月19日のジョージ4世退冠式で、聖パトリック勲章を授与された。1820年により、ラウス首席治安判事を務めた。1827年から1831年まで、 進出自重を務めた。貴族院では、トーリー島所属のアイルランド貴族の指導者になり、1834年に、第2代順ャ尺サーロバート・ピールから、王室化政長官への就任を打診された時は、独立性を維持したいとの理由で辞退した。1841年に、第2次ピール内閣が成立した後はピールと、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーが、 アイルランドのプロテスタント層の要求に応える、必要性が低減したと判断したため、ローデン伯爵の影響力は薄れた。1858年7月26日、アイルランド数密院の数密顧問館に任命された。敬験なプロテスタントであり、アイルランド人聖書協会、日曜学校協会、福音同盟、プロテスタント孤児協会などの宗教団体を支持した。 治療のダウン圏、トリーモアパークでは自ら礼拝を行い、日曜学校で教育活動を行った。大陸ヨーロッパにおけるプロテスタントの状況についても留意し、1844年にサルデーニャ王国を1852年にフィレンツェを訪れ、校舎ではプロテスタント式礼拝を行った角で、トスカーナ大公国政府に投獄された夫婦の釈放に奔走した。 1831年にオレンジ結社に加入、そこで活躍して1837年11月にグランドマスターに選出され、アイルランド国境界の廃止に反対した。しかし、1849年7月12日にドリーズブレー事件が起きた。ドリーズブレーはダウン県キャッスルウェラン近くの場所であり、ドリーズブレー事件ではオレンジ結社の船員が、 カトリック信者との間で乱闘騒ぎを起こして、数人が死亡する結果になった。事件に関するモ問委員会では、ローデン伯爵のドリーズブレイ事件における行動が、不公正であると非難されたため、ローデン伯爵は責任を取らされる形で、ラウス首席治安判事から更迭され、治安判事からも解任された。ドリーズブレイ事件以降、ローデン伯爵は政治への関与を減らしたが、 老齢だったため灯される。晩年に、雇用のために、エディンバラに向かった後、1870年3月20日に、同地で死去、ダウン県、ブライアンズフォードで埋葬された。息子に先立たれたため孫ロバートが爵位を継承した。身長は6フィートを遥かに超える。議会ではあまり演説しなかったが、その演説は、みなりとブーンとなる声で印象に残るものだったという。 爵位継承時点で、ラウス県に4000エーカー以上の、ダウン県に9000エーカー近くの土地を所有し、地主としては慈悲深いと評価された。忠実なプロテスタントであり、カトリック解放には常に反対したが、その政治観、宗教観は、タイムズの不法で、やや偏狂で時代遅れと評された。1813年1月9日、 マリア・フランシス・キャサリン・ステープルトンと結婚、三男三女を設けた。1862年8月16日に、クレメンティナ・ジャネット・アンドルーズと再婚した。ありがとうございます。